カサデロスボティネスカサボティネスカーザボティネスはスペインカスティーリアイレオン州レオン県レオンにあるモデルニスモの建築物アントニーガウディの設計によって1891年から1892年に建設された地方の貯蓄銀行であるカハエスパーニャの本店として使用されているファサードの一部アントニーガウディはアストルが司教官を仕上げる過程で友人であり パトロンでもあるエウゼビグエーによって、レオンの中心部に家を建築することを勧められた。グエーから生地を買う会社のオーナーである、シモン・フェルナンデスとマリアーノ・アンドレスは、ガウディに倉庫付き住宅の建築を依頼した。カサ・ボティネスという名称は、会社の元オーナーであるジョアン・ボティネスに由来する。1二十九年に、レオンの貯蓄銀行である、カハ・エスパニはその建物を買い取り、 ガウディのオリジナリティを損なうことなく自社の使用目的に適合させた。2010年にスペインの経済危機への対応として、カハイ・スパーニャは同業他社と合併した。ガウディはカサボティネスでレオンへの敬意を表したいと考えた。そのため、彼は建物の設計に中世の雰囲気と数多くのネオゴシック様式の特徴を持たせた。その建物は4つのフロアと近い。 屋根裏部屋から構成されている。また、建物の角には、塔が設置され、ネオゴシック感を増している。地界の換気と照明のため、二つのファザードの周りに、堀を作った。この構想は、バルセロナのサグラダ・ファミリアでも繰り返された。ドラゴンを倒す正常時の彫刻ヨーレンス・マティマラ・アイ、パノル・ガウディは、所有者の住居を2階に置いた。それらは、 建物の横と裏にあるファサードの独立したドアによってアクセスされる。3から4階には賃貸物件があり、1階には会社のオフィスがある。建物の主要な入り口には会社の名前をつけた電鉄製の碑文とドラゴンを倒している成城時の石造りの彫像が並んでいる。九百五十年に建物が修復されている時、作業者は彫刻のもとに ガウディが署名した元の計画とその時代の新聞の切り抜きを含む鉛の管を発見した。傘でロスボディネスの基礎は建物の建設中に議論の対象だった。ガウディはカテドラルのような地続きの基礎を想定していた。しかし現地の技術者は床を構築するためより効力のある深い位置の基礎を試験建築するよう主張した。建設中に 建物が崩壊するという噂にもかかわらず、建物は構造的な問題を抱えていなかった。1階では、ガウディはフレーム構造の中鉄製の柱を初めて使用した。これは体力壁を必要とせず、より開放的な計画を可能とした。ガウディの以前のプロジェクトとは異なり、カサデロス・ボティネスのファサードには構造的な役割がある。傾斜した屋根の上では、 鉄製のつなぎ針によって支持された6つの天窓が屋根裏部屋を照らし換気する。その構造は複雑な木製の枠で支持されている。ありがとうございます。